カリッと香ばしい亀田の柿の種、その美味しさの秘密をたどってみましょう。原料の米粉を生地にするため、高温で蒸してこねます。1回に300キロです。工場長の植木です。亀田工場の山田です。お米は1年に1万5000トン以上使っています。生地は日によって最適な水分量が変わるので、きちんと調節をしているんですよ。できた生地をさらに練って空気を絡めていきます。空気を含ませることで、あのカリッとした食感ができるので、とても大事な工程です。生地を棒状に伸ばし、一定の長さにカットします。柔らかい生地を巨大な冷蔵庫で冷やします。温度や時間を管理して切りやすい硬さになるよう冷やすんです。冷やした生地を高速カッターでおよそ 1.6 ミリの厚さに切っていきます。その数なんと1秒間におよそ1500粒。生地の硬さを調べ、同じ厚さに切れるようにしているんですよ。生地に残っている水分を適度に飛ばすため温風乾燥します。その後、色彩選別機に通して形が崩れたものを取り除きます。切った生地をオーブンに入れ、200から300度の熱風で一気に焼きます。水分量の差により膨らみ方が違うので、目で確認して最適な状態に調整しています。味付け前ですが、焼きたても素朴な味で美味しいんですよ。ドラムタンクに柿の種を入れ、回転させながら醤油や砂糖でできた秘伝のタレで味付けし、乾燥させます。焼いた後の条件がいいと、タレの乗りが良くなります。天候や気温により状態が変わるので、日々勉強です。再び色彩選別機にかけ、規格外のものを取り除きます。さらに工場が認めた食味検査員が自分の舌で品質をチェックしています。香りや舌触り、喉越しを確認しています。柿の種とピーナッツの重量が7対3になるよう計量し、個包装していきます。柿の種やピーナッツの個体差によって量が変わらないよう、従業員が機械の微調整も行います。個包装はピーナッツが酸化しないよう、窒素ガスを充填しながら行います。パラレルロボットが小袋を素早く分配します。6つの小袋を1つの大袋に詰めたら完成です。